アンソニー・エドワード・バースは、アメリカ合衆国ミシガン州ウェイン軍、トレントン出身のプロ野球選手、ウト右打ち。MLB のマイアミ・マーリンズ所属。NPB での登録名は、アンソニー・バース。本来の発音は伸ばさない、バスだが、同じく登録名を、バースにして、日本で成功した、同性のランディバースにあやかって、この登録名にされた。 2008年の MLB ドラフト5巡目でサンディエゴパドレスから指名されプロ入り2011年6月13日のコロラドロッキーズ戦で先発しメジャーデビューを果たした2012年は先発ローテーションに入り6月20日のテキサスレンジャーズ戦でダルビッシュ U から2点的自打を放つなど打撃でも活躍したがその試合を最後に肩を痛めて約2ヶ月半離脱した 2013年12月11日に金銭トレードでヒューストンアストロズへ移籍した。交換要因は後日発表となりパトリックシュスターに決定した。ヒューストンアストロズ時代2014年11月20日に40人枠外となり12月6日に FA となった。2014年12月11日にレンジャーズとマイナー契約を結んだ。 2015年4月5日にメジャー契約を結び、開幕をメジャーで迎えることとなった。この年は自己最多の33試合に登板、通算100試合登板を達成した。投球内容は2年ぶりに0勝に終わったが、防御率を3年ぶりの5.00未満となる4.50まで引き下げた。ホイップも同様に3年ぶりの1に4 0未満となる1.34。 とした。2015年11月16日に、トム・ウィルヘルムセン、ジェームズ・ジョーンズ、後日発表のパトリック・キブルハントのトレードで、レオニス・マーティンと共にシアトル・マリナーズへ移籍したが、2016年1月7日に、自由契約となった。その翌日の1月8日に、北海道日本ハムファイターズと契約合意に至った、ことが発表された。背番号は、十二。 開幕一軍入りを果たし、3月30日の対、オリックスバファローズ戦で、初登板初先発。3.4月こそ5試合に先発して1勝4敗。防御率も5点台と振るわなかったが、5月半ばに、リリーフに配置転換されてからは、安定した投球を見せるようになり、以降は、谷間の先発、ロングリリーフ、セットアッパーと役割を選ばないユーティリティ制で、重宝された。 シーズン終了まで一度も一軍から離脱せず、37試合に登板して8勝6ホールドを記録し、日本ハムの優勝に貢献した。広島東洋カープと対戦した日本シリーズでは、5試合にリリーフ登板して3勝を挙げ、防御率も0.00。日本シリーズで同一選手が3勝以上を挙げたのは1964年のジョースタンカイ以来52年ぶり9人目で、 すべて9円で記録したのは史上初だった。さらに第6戦では打席にも立ちリードを広げる敵地アンダーを放つおまけ付きであった。オフの11月15日に対談することが発表され、12月2日自由契約公示された。2017年2月11日にフルスのレンジャーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 レギュラーシーズンの開幕は、a a a 級ラウンドロックエクスプレスで迎えたが、4月20日に昇格して2015年以来となる MLB 復帰を果たした。8月31日に、ミゲル・ゴンザレスの加入に伴って、リーフとなり、9月3日にマイナー契約に切り替わった。2017年12月20日にシカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ。2018年の開幕は、 参加の AAA 級アイオワカブスで迎え、6月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月12日に40人外枠となった。オフに自由契約となった。2018年12月26日にシンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。2019年開幕前の3月25日に一旦自由契約となるが、28日に マイナー契約で再契約した。開幕から参加のトリプル A 級、ルイビルバッツでプレーしていたが、5月21日に、自ら選んで契約を途中で放棄する、オプトアウトを行使した。2019年5月21日に、シアトルマリナーズとメジャー契約を結んだ。2019年10月29日に、ウェーバー工事を経て、トロントブルージェイズへ移籍した。 2020年オフの11月1日に FA となった。2021年1月28日にマイアミ・マーリンズと2年総額500万ドルの契約を結んだ。MLB では主にリリーバーとして最速99.0マイルパワー日本での最速時速155キロメートル平均球速93マイルパワーの速球系と 平均85マイルパーアワーのスライダー、平均84マイルパーアワーのチェンジアップを使用していた。ピッチ F、X 上では2015年に時速130キロメートル前後のカーブを2球投げている。投球の割合は、フォーシームを基本とした速球系が約6割、スライダーが約3割、チェンジアップが約1割を占めている。 MLB での通算脱三振率が6.05と低く、主にゴロで打ち取る投球スタイル。スライダーの空振り率は2013年以前は20%前後と高かったが2014年以降は14%前後に落ちている。アンソニーバースに関するカテゴリー。ありがとうございます。